こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。第一列島線と聞いても、すぐわかる方は少ないのではないでしょうか。これは、米ソ冷戦終結後の1900年代から中国が推進している海洋戦略構想のことです。米ソ冷戦時代は旧ソ連への防衛として陸軍や空軍に力を注いでいた中国だったのですが、ソ連の崩壊後はアメリカや台湾への備えとして海軍を強化し始めました。そのために生み出されたのが第一列島線構想で、九州から沖縄から台湾からフィリピンからボルネオまでの広範囲のラインを防衛線と設定しているのです。隣国中国の動きに対して日本は手をこまねいているわけではありません。今までも第一列島線を重要視していたのですが、今後は第一列島線を防衛ラインとして考えた上で、もっと強化する方向に向かっています。この第一列島線の中の空白部分を心配して、宮古島や奄美大島に部隊を配備することに決定しました。二つの島に部隊を配備することによって空白部分が埋められると考えたかのようです。中国の構想第一列島線に沿って日本の防衛体制が整うことになりました。台湾までは島以外は海ですから、言うまでもなく第一列島線では島が大きな役割を担うことになります。もっとも島の面積はさほど大きくないものもありますが、中国と揉めている尖閣諸島の近くに部隊を配備できることは大きな意味があるでしょう。現在、与那国島や石垣島にはすでに部隊が配備されていますし、石垣島では増員の予定もあるとのこと。この与那国島、石垣島、宮古島の3島近くに尖閣諸島が位置しているのです。中国へプレッシャーをかける思惑があるのかもしれません。では、北に目を向けてみましょう。北側には沖縄本島から鹿児島までの間には島の数はたくさんあるのですが、部隊は配備されていません。そこへ奄美大島に今回、陸自の駐屯地が設置されることになりました。やはり第一列島線を意識した計画になると思われます。地図を見てすぐわかるように、鹿児島の近くには島が点在しています。鹿児島から石垣島までの長距離の地域を防衛するためには、どうしても重点的に島に部隊を配備する必要があると考えられます。今までの陸自は、この第一列島線を強化してきたのだろうと思われますが、この地域はほとんどが海ですから海自だけに、任せておくわけにはいかないというのが昨今の情勢です。その理由は、言うまでもなく中国の脅威。それが次第に拡大している現在、防衛ラインの強化は当然のことであり、最優先事項と言えましょう。最前線と言える九州には、佐世保に水陸機動団が結成されていますし、その近くの佐賀空港にはオスプレイを配備するという計画も考えられているそうです。海自だけでなく、陸上自衛隊としても防衛を強化していくことに大切な意味があるのです。
現在はロシアではなく、中国を対象に変えて第一列島線を強化しています。中国空母遼寧の存在も無視できず、空母の太平洋侵攻を食い止めたいという考えもあるので、潜水艦が宮古島海域を潜航し、太平洋へと向かったのを確認したそうです。ここ最近、中国側の派手な動きが目立ち始めているようですね。例えば、東京から南西の島小笠原諸島とかに上陸されたら、これはまた大変厄介なことになるでしょう。中国軍が漁師のふりをして島に居座り、島への影響力を拡大するような動きをされたのでは、非常に困ります。万が一に備えた離島奪還から陸海空での監視強化が、重要視されつつあることは言うまでもありません。去年のことですが、尖閣諸島で中国原子力潜水艦が海上に急浮上して、中国旗を掲げたというニュースは記憶に新しいと思います。一説によると、この急浮上の理由は、海底で日本の潜水艦にやられてしまい、どうしてもかなわないので浮上して、国旗を掲げたということです。また、国境を越えるときは国旗を掲げなければならないといけない、ルールがあるので、これに従ったという説もあるが、これは信憑性が薄いと考えられています。海底で海自潜水艦にかなわなかったというのが本音ではないでしょうか。そうでなければ軍事大国中国が、ルールを遵守するはずがないだろうとも思われているのです。第一列島線。九州から台湾までの長距離を守るためには自衛隊すべての連携強化が必要になるでしょう。多くの島にもっと駐屯地を置いたらいいのではという声は多いのでが、ここでも人手不足が問題となっています。今や社会的な問題となっている少子高齢化の波はご多分に漏れず、自衛隊員にも及んでいるのです。装備品を充実させることで問題解決となるのならいいのですが、経費防衛費も毎年毎年膨らんでいっている状況です。これ以上の要求はなかなか厳しいでしょう。とはいえ、これからますます装備品の充実が必要になってくることでしょう。日本に点在するそれぞれの島には地対空ミサイル部隊を駐留させることになるのでしょうが、装備品の充実も重要ですし、部隊編成も300人から800人規模になります。人も少ないし、経費も増やせない。さて、どうしようかと悩むところですね。しかし、今ならまだ間に合う状況と思われます。今から将来に備えることによって、未来の日本を防衛できるようになるでしょうし、部隊を島に駐留させることで、空の監視ができますし、海からの出入りも監視できるようになるはずです。言うまでもなく、空には境界線があるわけではありません。外国の戦闘機などがすぐに第一列島線を越えてくる状況に即応するため、空自がスクランブル発進し、速やかに対応することでしょう。この第一列島線を越えてきた戦闘機や潜水艦、そして空母遼寧などの動きに注視することになるでしょう。そのためにも、護衛艦いずもの改修計画案をすぐに実行した方が、このような脅威を避けることになるはずです。改修後のいずもに F-35B ステルス戦闘機を艦載することによって、相手のレーダーに発見されにくくなりますから、これらすべては、
日本の国土を守るために計画されているのです。